放送席、はい、お願いします。柴田雅人騎手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。ダービージョッキーとなった今、まず第一声聞かせてください。そうですね、なんか安堵感を覚えたっていうかね、 なんとなくこうスッとした気持ちになったですね。それにしても絶妙の仕掛け、タイミングでしたね。そうですね、まあ、今日はうまく内側へ潜り込めてね、レースの流れちょうど進めてられたんでね、ちょうどいい感じで進められたんで、まあまあ途中はすごくこうリラックスで走ってたから、最後は伸びてくれることを信じてたんだけどね。ハロンボーが200、100、そしてゴールバンとこう変わっていく瞬間、気持ちとしてはどうだったんですか？そうですね、ゴールバンが早く手前に来ないかなっていう感じだったんですけどね。そしてゴールバンを過ぎた瞬間、涙と笑顔とどっちが先に出ましたかね？やっぱりやったっていう笑顔の方が先だったんじゃないかなと思います。この喜び、まずはどなたに報告されたいでしょうか？そうですね、あの世界のホースマンにやっぱり60回のダービーを取った柴田ですっていう報告したいなと思います。本当に今日はおめでとうございます。どうもありがとうございます。柴田雅人騎手でした。はい、おめでとう。